隠れキリシタンの聖母子像の霊サンタマルヤは、長崎県に伝わる隠れキリシタンの聖書、アマチはじめのことにある聖母。キリスト教における聖母マリアに相当する。サンタ、マルヤ、サンタマルヤとの表記もある。サンタマルヤの生涯は、アマチはじめのことの、第五章、サンタマルヤ五観覧のことによると、以下のように述べられている。その昔、ロソンの国のある貧乏な大工のもとに、 丸屋という娘がいた。丸屋は頭が良く人々の魂の救われる方法を常に考えていた。ある時に天のお告げを受けた丸屋は一生結婚せずに生涯を送ることを決めた。しかし丸屋の住んでいた国の王が求婚してきた。丸屋は自分は結婚できないと言い、奇跡を起こした。丸屋が祈りを捧げると6月だというのに雪が降ってきたのである。 人々が驚く中、空から花車が舞い降り、丸屋はそれに乗って空へと登っていった。以来丸屋は雪のサンタ丸屋と呼ばれるようになった。丸屋が地上に戻った後、大天使さんが無理やあり感じよが、お前の汚れのない体を借りたいと言い、蝶の姿となって丸屋の口の中へ飛び込んだ。すると丸屋は解任した。しかし丸屋の両親は、 娘の解人を知ると、王の怒りを恐れて、丸屋を感動してしまった。丸屋は、他国の野山をさまよった末、ベレン国という血の牛小屋で赤ん坊を産んだ。外は寒かったが、小屋の牛や馬が息を吐きかけて、赤ん坊を温めてくれた。それを見た小屋の持ち主の百姓は、いろりの火で、丸屋と赤ん坊をもてなした。この赤ん坊が、自由すきり人である。 丸屋は赤ん坊が大きく育った後、天に登った。かつて自分に求婚した王が亡くなって天にいたので、丸屋は王と夫婦になったということである。ありがとうございます。